マリー・ビルヘルミーネ・フリーデリケ・フォン、ヘッセン・カッセルは、ドイツ・ヘッセン・カッセル家の皇女で、メクレンブルク・シュトレーリッツ大公、ゲオルクの妻。ヘッセン・カッセルルン・ホーハク・フリードリヒとその妻で、ナッサウジン・エンーカール・ビルヘルムの娘カロリーネ・ポリクセネの間の、第七子、次女として生まれた。1817年8月12日、カッセルにおいてゲオルクと結婚し、 メクレンブルク・シュトレーリッツ大公妃となった。マリー・大公妃は非常に才能あるアマチュア画家で多くのオールドマスターたちの名品の模写を制作した。大公妃によるラファイロ・サンティの十字架を担うキリストの模写作品はシェーンベルクのセーラ・ウレンティウス司教会、ノイ・シュトレーリッツ司教会の祭壇画として掲げられていた。また、アルブレヒト・デューラーの キリストの卓系の模写作品も、ミロウの城の西洋ハネ騎士団協会の祭壇画として、1945年まで使われていた。夫・ゲオーレクとの間には二男二女の四人の子女を設けた。ありがとうございます。